メディアを再生する、旅客機が離陸する、様子メディアを再生する、貨物機が離陸する、様子離陸とは、航空機などが地表面を離れて、浮上した状態を保持すること、あるいは、浮上の後安定した上昇体制を維持することである。その後は、高度を維持して水平な状態で飛行する。多くの固定翼機では、滑走路などの表面で動力を指導し、 必要な揚力が得られる速度に達するまで滑走することで浮き上がり、離陸を行う。機体が重いほど、また翼が小さいほど、離陸に要する滑走距離が長くなる。一方、垂直離着陸機やヘリコプターなどの回転翼機、飛行船などの蛍光空機では滑走手順は、原理的には不要であるが、行う場合も多い。エンブラエルイーチェットの離陸回。 A-18 の離陸離陸に用いる滑走路の端に位置を合わせ滑走路方位に向きを合わせる動作をタキシングと呼ぶ移動は固定翼機の場合地上走行によって行う固定翼機の車輪は動力を持たないため飛行に用いる動力をタキシングのためにも用いる飛行中の空中より地上はエンジン効率が悪くタイヤの転がり抵抗もあるのでタキシングには 移動距離、速度の割には多大な燃料を必要とする。移動時間や燃料の節約のため、あるいは交通整理のため、離陸性能が満足すれば、滑走路の端までタキシングをせずに滑走路の途中から、滑走路に侵入して離陸することもあり、これはインターセクションでパーチャーと呼ばれている。なお、東京国際空港や、ジョン・カイ・ケネディ国際空港などにおいて、 交差する複数の滑走路を同時に離着陸に使用する場合はインターセクションでパーチャーにする必要がある。離陸許可が出ている場合、滑走道端で止まらずにそのまま離陸する場合と一旦停止してある程度エンジン出力を出してからブレーキを離し離陸する場合があり、それぞれ一長一短がある。混雑する空港では先に離陸した航空機が十分に安全な距離まで離れていき、かつ その後方、乱気流が収まるまで、次の離陸機は待たなくてはならない。そのため、次の離陸機は滑走路に入ることはできても、所定の時間が経過するまで離陸できず、滑走路上で待つことになる。このため、必然的に、スタンディングテイクオフになる。一方で、騒音問題に配慮しなくてはならないような空港では、地上の滑走路上で停止して、エンジンを吹かすことはせず、 速やかに離陸するスラストレバーを操作して動力源を定められた離陸水力まで上げ浮上できる速度まで加速するこの時揚力増加と効力増加のバランスによってはフラップを少し下ろしていることが多い口述の通り離陸はオートパイロットは利用できないが水力を自動制御するオートスロットルを利用することはあるまず ギアのブレーキをかけた状態で滑走路上でパイロットが7割程度に手動でエンジンの推力を上げてみてエンジンの動作に異常がないことを確認する。それからギアのブレーキを解除した上でオートスロットルのスイッチを入れる。オートスロットルが作動するとスラストレバーが自動的に動きエンジン出力が離陸に適した推力まで自動的に上昇し離陸滑走を開始する。 この時、機長は、機種上げに備えて、左手で操縦管を持ち、1万1の離陸中止に備えて、右手でスラストレバー上部に手を添える。同時に副操縦士は、左手でスラストレバー下部を支える。航空機の種類や条件と滑走路の長さによっては、その速度から、その速度に達する位置から、残りの滑走路を使って、離陸中止できる離陸決心速度 V1 が、 VR より低く、先に到達することがある。V1 を超えての停止操作は危険であるため、V1 を超えたら、いかなる事態でも離陸操作を継続しなければならない。整備された空港の滑走路のセンターラインには、滑走路中心戦闘が埋め込まれており、これによりわずかに滑走路表面に凹凸がある。離陸滑走を行うにあたって、このライトを踏むと航空機の揺れの原因となる。そのため、 風などの気象条件や滑走路の路面状態が良い時において熟練したパイロットはわざと滑走路のセンターラインを外してライトを踏まないように離陸滑走して揺れの少ない乗り心地の良い離陸を行うことがあるこの行為についてはセンターラインを外すため滑走路から逸脱する可能性があり危険であるからと行わないパイロットもいる VR を越えたらエレベーターを引き機種を上げる 機種上げ動作に大きな力が必要ないように、この時までにエレベータトリムはやや下がり気味にしてある。地面から離れた直後に大きく、機種を上げると失速の原因になるため、加速を継続して上昇可能な速度に達してから、大きく、機種を上げ上昇に転じる。またこの時までに、高度がやや上がっていなければ、ビブをすることもある。離陸後は着陸装置。フラップは、 効力増加の原因になるため、定められたタイミングで引き込む。また、キャブレターヒートなど水力を低下させる原因になる。ものは、オフにしておく。このように、離陸では、すべての使えるエネルギーを加速と高度上昇に当てる。必要がある。機体重量は、航空機の離陸から巡航から着陸という、運航において最も重い状態であるため、着陸時より厳しい上昇の条件が必要に、 なるからである。滑空機は自身では動力を持たないため、滑空に入る前に、他の動力機に牽引されて上昇しなければならない。その後、太陽の熱によって温められた地表からの上昇気流や山にぶつかって上昇した風に乗って、長時間滑空できる。固定翼機の離陸について、まず、一般的な通常離着陸機の離陸について述べる。巡航や着陸は、 自動操縦が実現されているが、固定翼機において、離陸の完全な自動化は2013年現在、実現されていない。また、多くの操縦士にとって、一連の操縦操作において、離陸は、最も重圧を感じる操作の一つと言われている。これらの要因として、離陸は、やり直しができないという点が挙げられる。離陸滑走を始めた航空機は、加速して、離陸決心速度を、 一旦超えてしまうと、離陸動作を完了してしまわなければならない。離陸決心速度に達するまでに、自身の航空機の状態のみならず他の航空機や、気象状態に五感を駆使して、最新の注意を払い、離陸するか、離陸中止するかを判断しなければならない。このような重大な判断を自動化するのは、現状では難しいとされ、人間に委ねられている。ハリアー2固定翼機には、 垂直離着陸機や短距離離陸垂直着陸機、垂直、短距離離着陸機、短距離離着陸機といったカテゴリーに属する特殊な離着陸性能を有する航空機もある。これらは滑走路を使用せずに垂直に離陸したり、短距離の滑走で離陸が可能である。回転翼機では、原理的には垂直上昇ができるが、ほとんどの場合は固定翼機同様に滑走路上で低空の滑空を、 してから上昇する。着陸同様に空港の完成設備を使い、定められた経路を取るためという理由もあるが、技術的には、ほとんどの回転翼機が上昇のための余剰パワーを、それほど持っていないこと、飛行回避領域に突入しないように制御することが、大きな理由の一つである。まず地上から、やや浮上し、気を滑走路方向に前進させて加速して速度が、乗ってきたら、 機をを上げ上げ昇に転じる操作を行う。回転翼機が上昇できる余剰のパワーは、ホバリングではエンジンの実用最大出力の数パーセント程度である。また高度が高い、気温が高い時はこの余剰パワーはほとんどなくなる。対して移動状態では固定翼機同様に移動のエネルギーを高度に変換することができる。上昇して移動しないのと移動して上昇しないのでは、 パワーの使い方は同じように思えるが、地上付近では地面効果によりより少ないエネルギーで浮上したまま移動できるため、いわば空港の敷地の横方向の広さを利用して、後で上昇のエネルギーに転じるための横移動のエネルギーを蓄えるのが回転翼機の離陸操作といえる。条件によってはホバリングができないほどの高地にある、空港からでも離陸できる場合がある。 ヘリコプター基本的な操縦法も参照。三沢慶応、図解、旅客機運航のメカニズム、航空機オペレーション入門講談社、ブルーバックス、2010年、137ページ、ISBN 978から40億6257万6895、航空環境研究センター、大阪国際空港、空港環境情報、 航空環境研究センター。2013年9月23日閲覧。このスイッチは2がスイッチとも呼ばれる。オートスロットルが作動している状態でも手動でスラストレバーを大きく動かせばオートスロットルは解除される。山形和幸。世界一の心の翼を目指した名物基調のホスピタリティ。いつも笑顔で目指そう。完璧。感動。感謝。 ごま処防審者、2013年、91ページ、ISBN978 から43億4108万5483、内田強史樹、基調からアナウンス新調者、新調文庫、2004年、74ページ、ISBN978 から41億116万412、ありがとうございます。